スマホで撮ってきました。福岡県行橋市にやってきました。この場所にあのスペインのレアルマドリードが注目しているというスーパー小学生がいるということです。早速行きましょう。どこだ。スーパー小学生を探しにサッカー場へ。ちょっと待って待って待って、この子、ちょっと、どういうことどういうこと、ペットボトルの上にボール乗せてる、すごい。こんにちは。こんにちは。ちょっと自己紹介していただけますか。伊藤壮介です。9歳です。伊藤壮介くん、小学4年生。今年7月、スペインの強豪レアルマドリードが日本で主催したイベントで、小中学生およそ200人の中から MVP を獲得。先月にはスペインで行われたトレーニングキャンプにも招待されたスーパー小学生なんです。そのキャンプでも3試合4得点の大活躍。まあ練習試合やけど、ゴールを決めたり進んで取り組めた。すごいじゃないですか。そんな壮介くんのすご技をスマホで撮ってきました。壮介くん、プレーの中で一番自信のあるプレーって何ですか。トラップです。食い気味じゃん、壮介くん。トラップ。はい。じゃあもう改めて、一番得意なプレーなんですか。トラップです。おー、トラップ。ということで、自慢のトラップを見せてもらうと。おー、両足でボールをピタリ。さらに。おお。飛んできたボールをクロスさせた左足でトラップ。うわうまい。うわ止まった、まさに止まった、吸い込まれた。ボール扱いの魔術師。どんなボールでも足元に収めます。うおビタ止めきた。その技術の高さゆえ、普段は中学生と練習する壮介くん、指導している国重コーチは、サッカー選手としてはやっぱり技術が高いので、ボールはなかなか取られませんし、サッカー IQ も高いし、すごく将来が楽しみな選手です。そんな壮介くんと私安村が1対1で対決です。じゃあ壮介くんは僕を抜いてこっちのコーンまで行けたら壮介くんの勝ち。僕は日テレの吉田麻也って呼ばれてます。よし、やろう。わずかな隙を突かれ、また抜きされてしまいました。屈辱的。気を取り直してもう一度。完敗です。どうしてコントロールできると思いますか。脱力してたから。脱力？それって誰に教えてもらったんですか。お父さん。お父さんが教えてくれたんだ。へえ。じゃあこれだけ上手くなれたのはやっぱり結構お父さんの考えもあるんだ。練習がない日も父祐介さんと毎日3時間の特訓。体の動かし方、365日サッカーに捧げるぐらい、もう自分の時間を全部潰して子供と一緒に時間を作って、ずっとコツコツ練習させて、ボールをこう指先でコントロールするような技術ができるようになったっていう感じですかね。献身的なお父さんとの特訓でレアルマドリードもうならせました。すごいのはサッカーだけではありません。なんとスペイン語も。将来スペインリーグで活躍するため独学で勉強しているそうです。ノートを見せてもらうと、わーすごい、こうやってスペイン語勉強してるんだ。どれぐらいスペイン語覚えました。200ぐらい。200ぐらいも単語覚えたんですか。すごいですね。最近どんな単語覚えた。どんでしたバニョ。トイレはどこですか。最後に
ソウスケ君の将来の夢を勉強中のスペイン語で。Mi sueño es llegar a ser un futbolista en España. Voy a ir a España de nuevo en febrero, así que por favor apoyado. もうソウスケ君ずっと応援してますんで、はい、頑張ってください。はい。じゃあねソウスケ君。Hasta luego. Hasta luego.